はい、皆さんこんにちは。スタジオアスカのまちゃんです。本日はですね、このインチクのですね、釣れるコツっていうやつがあるんだけど、大事なところはね、2つあります。1つは、垂直ですね。で、もう1つは、高さです。この二つを押さえると、インチクでね、劇的に魚を釣ることができますけど、どういうことなのかっていうところですね。まずね、垂直なんですけど、インチクってね、使ってると、この今ついてるところね、ここにめちゃめちゃ傷が入るじゃないですか。つまり、インチクって、この姿勢が、釣れる姿勢なんですよ。なので、調光中にね、この姿勢っていうのを、ヒットするね、まあ、レンジで、この姿勢を作り出さないといけない。っていうわけなんですよ。なのでね、これがね、こういう風になってると釣れないんですね。あくまで、こういう姿勢ですね。じゃあ、この姿勢って、どうやったらできるのか、なんだけど、まずはですね、テンションホールですね。つまり、スピニングとかなんか使って、着底してもそのまま糸をほったらかしちゃうとかってすると、まあ、こういう風にこけちゃったりとかするんですね。これで、ヒット率がね下がってしまいます。でね、もう一つはね、これは船の流し方によってしまうんだけど、バーチカルならいいんよ。インチク使うのにね、バーチカルジギングだったら、全然問題ないんですよ。糸が垂直に入って、この姿勢ってずっと作りやすいんですね。ただし、ドテラ流しの時ですね。ドテラ流しになると、だんだん糸がですね、斜めになっちゃって、で、こんな状態になりやすくなるんですね。はたまたね、底を切っちゃって、なんかひたひたひたっていうような感じに、なると、それでも、釣れにくくなっちゃうんですね。で、しかもね、ドテラ流しになった時に、こう斜めになっちゃって、で、ひたひたひたっていう風な感じになっちゃうと、根掛かりも多くなるんですよ。で、根掛かりがあって、で、インチクがロストしてとか、となるとね、釣りのテンポがよろしくない。ですね。まあ、釣れるか釣れないかは置いといても、テンポ的に悪くなっちゃうっていうところがね、出てくるんで、あくまで、この姿勢ですね。この姿勢。テンションフォールさせて、糸をちょっと張り気味な感じで、優しくフォールしてあげて、で、着底したらすぐに即巻き。着底させても、このままポカっとったら、こけてしまうんで、こうなるとね、釣れないし、根掛かりしてしまう確率が上がるんで、タッチしたらすぐに巻き上げる。で、テンションフォール。で、優しくフォールして、この状態を一瞬作ったら、すぐにタッチダウン。タッチしたらすぐに巻き上げる。これをね、繰り返していきます。はい。なのでね、ドテラ流しの時になるんだけど、いつまでもね、なんかこう流しっぱなしにしてて、ラインの角度がどん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 浅くなっていくじゃないですか。で、浅くなっちゃうと、この姿勢作りにくくなっちゃうんで、大体ね、目安としては、角度がね、45度よりも、
浅くなったら、即回収して、で、また落とし直してください。まあ、具体的なね、まあ、その、垂直にするコツっていうのが、まず一つがそれですね。こまめに回収して、この垂直の状態を作り出す。でね、もう一個がですね、インチクにもいろいろサイズがあるんですけど、できるだけ重たいサイズを使うのがいいですね。例えばね、これ、右のやつが S サイズでね、80g なんだけど、左のやつは 3L サイズっつって、200g だったかな。です。なので、なんだろう、その、なるだけその軽いやつを使おうとするんじゃなくて、重たいやつを使うってことですね。まあそういうのがね、要求されます。なるだけ重たいやつを使った方が垂直に入りやすいというか、垂直に近い状態をキープしやすいんで、効率が上がると思います。うん、なんかね、水深とかね、あとラインの太さとかを目安にされて、軽いインチクをね、使っちゃうと、この状態っていうのはね、作りにくいんですよ。それとですね、まあ、この、用釣りのインチクに、まあ、限った話だと思うんだけど、結構ね、この S サイズになるとね、立ちにくくなるんですよ。結構不安定なんですね。だからちょっとね、操作がシビアになると思うんですよ。これ簡単に倒れちゃうんですね。これ立ちにくい。この立ってるこの足の部分がね、細くなっちゃうんで、80g の方がね、やっぱり絶対的に使いにくいです。なんか 80g はあんまり使わない方がいいでしょうっていうことですね。できるだけ 200g を使う。もしもね、しんどい場合、しゃくるのはしんどいっていう場合は、まあ、160g でもいいんですけど、やっぱね、200g のね、この 3L の方が使いやすいです。立ちやすいし、底も取りやすいし、垂直の投入が、稼げるっていうね。垂直で投入できる回数がね、稼げますんでね。一回のね、回収と回収の間に、この状態をたくさん作りやすいのが、この 200g のインチクですね。なのでね、まあ、よっぽどな理由がない限りは 200g にしとった方がいいです。まあ、これ、浅かろうが、深かろうが、ま、一緒ですね。うん。で、まあ、バーチカルだったら全然問題ないんですけど、インチクって、インチクメインでやる地域って、だったらいいんですけど、インチクメインでやらない地域なんですよ、僕のところは。だからね、だいたいドテラ流しになっちゃうんだよね。ドテラでね、ジグやってる人の横でなんかインチクしてるっていうようなシーンがやっぱどうしても多いんですよ。まあなので、この状態ですね、この状態をなるだけ作り出すっていうことですね。こうなんかぼかしちゃってこう斜めにしたりとか、いつまでもね、ラインがこう斜めにね、こう、入ってる状態でもね、釣りを続けないってことですね。こうやってなんかひた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 なんかやるようなこともしないってことですね。基本的には そんな感じですね。こういう状態にしない。これを繰り返す。はい。これがまあ大体8割型ですね。これをさえ守っとけばまあ大丈夫って話です。はい。で、あともう一つのね、この高さなんだけど、これまあ大体2割ぐらいの話です。みんながこの状態ができるところで、まあさらに差をつけたいって言った時の話ですね。なのでね、これはね、別にやんなくてもいい話でもあります。僕がやってる話ね。高さです。こう、着底します。で、
竿でね、まあテンションホールしたやつで、着底を感知してから、まあただ巻きないし、こうスッと上げる、この、ワンしゃくり、一しゃくりの高さが高い方が、根魚に対してはね、発見されやすくなります。というのはね、根魚っていうのは、目線がね、上の方を大体向いてるんですよ。で、こう低い感じで、こうずっとこうちょん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 こうやってたらですね、これ横に障害物があると、このね、インチクが見えないんですね、魚から。例えばこのすぐ横に石とかなんかがあって、で、この石よりも低い位置でちょん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 やってると、やっぱ反応しにくいんですね、魚の方は。なので、なるだけ高く、これね、1メーター違うと全然変わるんですよ。なるだけ高いところから、落球させるっていうか。うん、今、落球って言いましたけど、まあ、イメージはね、外野フライのイメージなんですよね。外野フライの、その、フライの高さをなるだけ高くすると、まあね、いろんな野手が集まるじゃないですか。ね、例えば、すごい高々上がったフライだったら、セカンドとね、センターとライトが、追っかけてくるじゃん。それってやっぱ高さがあるから、まあ発見しやすいし、落下地点までスッと入れるっていうところがね、まあ、あるから、それだけ野手が集まってくる。で、その野手っていうのが、まあ言ってみればその根魚とかね、まあキジハタとかなんかああいうね、まあ魚だとね、例えると、高くすればするほど、魚に発見されやすくて、その落下地点にスッと、そのターゲットがね、このインチクをね、取りに来てくれるっていう、そういうね、メリットがあります。で、このね、高さをね、まあ、できるだけ高く、しかも、その、高くしたところで落とすっていう操作をなるだけ簡単にっていう風に考えるとですね、僕が使ってる竿が、このゼニスの、ロングフォールっていうやつなんだけど、これのね、4LF っていうやつなんですよ。これ、そもそもの話、青物のロングフォールメソッドで使う、ロッドで、7フィート11インチあります。ね、インチはね、12進法なんでね。まあ、だいたい8フィートあります。で、このね、8フィートで、なおかつ、400グラムのジグも使うことができるっていうような竿なんですけど、この竿を使うと、インチクがめちゃめちゃね、簡単になります。バイトはしんどいんだけどね。で、簡単なポイントなんだけど、まずね、長さっていうね、その8フィートっていう長さが、まず、上げられます。それとね、これ、ベイトタックルなんだけど、ガイド自体がですね、スパイラルガイドシステム使ってるんですよ。だから、このガイド上に向いてますよね。そこからね、こうねじれてきて、で、下に行くんですよ。で、これね、ガイドが下についてると、なんでいいのかなんだけど、こういう釣りってさ、上げ下げがね、多い釣りなんですよ。で、上げ下げ多くなると、ベイトロッドはね、ティップにね、ラインが絡まりやすくなるんですよ。で、腰がない PE なら、なおさら絡まりやすいんですね。で、そんな時にこのね、スパイラルガイド、を搭載した、このロッドを使うと、絡まりにくいんですね。重力に引かれて、ラインは下の方に行くんで、ブランクスに、接触しにくいというか。で、おまけにね、このベイトロッド8フィートって長さがあるんで、竿がブレやすいんですね。で、竿がブレやすいんで、通常のように上にガイドをつけてると、絡まりやすいんですよ。なので、まあ、絡まりにくいっていうのがね、結構釣りっていうのがアドバンテージになると思うんで、こういうね、スパイラルガイド仕様の、
8フィートぐらいのね、あのジギングロッドをね使うのはどうでしょうかっていう話です。あとリールはね何でもいいんですけど、まあベイトリールがやっぱいいですね。まあどっちもいいです。ローギアだろうがハイギアだろうが別にどっちでもいいです。あのリールはねただ高さを稼ぐだけの仕事なんで別にどっちでもいいです。で一番ダメなのがやっぱこのスピニングですね。こういうスピニングタイプがですねあまり良くないんですよ。でこれはねなんでかっていうと、テンションを張ったままホールして着底させるっていうのが難しいんですね。ただしね例外は一応あるんですよね。でそのね例外というのがこれですね。レバーブレーキを使う場合ですね。でレバーブレーキを使う場合なんだけど、レバーブレーキで PE が、3号な200メーター以上負けるようなレバーブレーキのリールっていうのが結構限定されてしまうし、あとね費用的に高いっていうのがあって、レバーブレーキ結構高いんですね。でレバーブレーキを使うと、まあスピニングであっても、レバーを引いた状態でフリーにさせて、でこのままね落とすことができるんですよ。インチクもある程度重さがあるんで、ベール、あ、じゃ、ベールじゃねえわ。ラインローラーが、糸にかかったまんま落とすことっていうのができるんですね。まあ、それを利用して、レバーブレーキを使って、インチクをやるっていうこともね、一応可能性の中には考えられるんですけど、まあ、しかしながら、リードの値段が高くなると。言うんでね、あんまり現実的ではないかなっていう感じですね。一応あるにはあるんですよ。レバーブレーキで結構でかいリールっていうのはあるんですけど、まあちょっと現実的ではないかなっていうところですね。なので大体はね、ベイトリールでいいと思います。まあこんなんでもいいし、ロープロ機種でもいいし、まあこういったやつでもいいし、っていうとこですね。まあでもね、気をつけないといけないところなんだけど、ラインがね、まあ例えば太くなっちゃって、で、ベイトリールのね、そのドラグ力が強い場合、というか、ドラグの設定が強い場合は、その分ね、針ですね、針がね、曲がらないような針っていうのをね、用意しないと、僕みたいに、ぶち曲がります。ステンレス伊勢山でいうところの15号とか16号だとちょっと、曲がります。60センチとか、まあ50センチオーバーのね生地旗とか真旗をかけると、どういうわけだか曲がります。多分口を閉じちゃうからだと思うんだけど、で曲がっちゃうんでね、まあその場合なんだけど、19号とか20号とか、ステンレス伊勢山で言うと、その19、20あたりで、やった方がね、いいんじゃないかなと思います。今これは何だっけ、ソルティガの、ライトジギングフックやったっけ、なんか忘れたけど、をちょっと今試してるとこですけどね。まあ、それの20を試してるとこですけど、今のところは、ステンレス伊勢山の図19と20あたりがまあいいんじゃないかなと思います。はい、まあこの以上2点ですね。このね垂直の状態を、キープするというか、試行回数の中に垂直に、投入する、回数を増やすっていうことですね。テンションフォールでちょっと張り気味のテンションフォールでゆっくり落としていって、で着底したと同時に巻き上げる、まあ、この繰り返しですね。基本はね、これが8割です。で残り2割は、この高さを稼ぐ、発見されやすいように高さを稼ぐっていうのが、残り2割の話です。とあとはね、まあこの対策としてね、できるだけ長い竿を使う、でスパイラルガイドになってたらなおいいってとこなんだけど、もう一つはその、誘うその幅ですね。当たりを待ち構える、幅っていうのが広がります。ね、
短い竿だとちょっとしか上げられないんで、まあ、ちょっとしかその当たりをね待ち構えることができないんですけど、長い竿だとワンシャクルでかなり上がるんで、フォール幅もコントロールしやすくなりますんで、より当たりが取りやすくなるというか、当たりを取る猶予が長くなるというところで、長い竿がおすすめです。あんまり長すぎるとね、今度は使いにくくなるけどね。で、インチクはなるだけ重たいインチクを使う方がいいです、ね、80g よりは200g を使った方がいいと思います。どうしてもなんかその竿が長くてシャクル、いちいちシャクルのに手首が痛くなるとかっていうんでしたら、ウェイトダウンする必要が出てくると思うんですけど、基本 200g を使うという、そういうスタンスでいいと思います。はい、以上です。こんな感じですね。まあインチクね、簡単なんでね、まだなんかやったことないっていう方はね、ぜひ、ちょっとやってみてください。まあ一日中ね、そのジギングでしゃっくり続けるっていうのはしんどいと思いますんで、まあ箸休め的にね、こういうタックルをね用意すると、いろんな魚とね遊べるんじゃないかなと思います。あとね、このタコベイト結構いいでしょ。これ最近買ってみたんだけど、ステキバリのね、シリコンのタコベイトです。足開くんですよね。まあ開いたからってなんか なんちゃうこともないと思うんだけど、まあでもキジハタの歯とかで切れたりとかしにくいんで、結構便利じゃないかなと思うんですよね。通常のタコベイトだとね、すぐになんか何匹か釣ったらダメになっちゃうんですけど、このシリコンのタコベイトは少々ね噛みつかれても大丈夫ですね。まあ穴が開かんわけじゃないんだけど、結構ね伸びたりもしますんでね、ちぎれにくいです。うん、とあとこの足がよう開く、うん、これもねおすすめですね。はい、まあそんな感じです。はい、本日の動画はこれで終わります。ご視聴ありがとうございました。